アニメの感想動画だよ。ネタバレに気をつけてね。どうも、こんにちは、アニメ好きなソノンです。こんにちは、ゲーム好きなアキナです。私の視聴スタイルが原因で、最後まで作品との接し方が、わからなかったアニメを紹介します。何の作品ですか？それは装甲娘戦記だよ。タイトルから、女の子たくさんな気配がしますね。装甲娘戦記は、2011年に発売された、プレイステーションポータブル用のゲーム、ダンボール戦記に登場する、LBX というプラモデルのようなメカを、パワードスーツのように装備した美少女たちが戦う、ウェブブラウザゲームと、携帯向けゲームアプリが、原作のアニメです。ダンボール戦記は3度アニメ化され、メディアミックスに力を入れていることがわかります。長くやっているコンテンツだと、一定のファンが変わらず触れてくれそうね。あ、うん、私がそのダンボール戦記の DVD を買うような、一定のファンなのですが、美少女が LBX を装備するという状況、それはもう別の作品なのよ。それは、逆にフラットな気持ちで作品を見れたってことよね。ソシャゲ原作のアニメなら、あの問題はどうなっているのかしら？ゲームの方は、ご覧の通り50人以上いるようです。しかしアニメは、メインキャラが5人です。キャラクター多すぎ問題は回避できているのですよ。ただ、最初に言った通り、私の視聴スタイルが、悪い方向に作用しちゃったのよ。何が悪かったのですか？私は、少しでもアニメをフラットな気持ちで視聴するために、原作とか PV とか事前情報に触れないようにしてます。だから、装甲娘戦記の1話を見て、主人公のリコが、戦いのない世界から、ミメシスと呼ばれる敵に襲撃を受けている、平行世界へ転移して、荒廃した世界で明るい性格のリコが、どう変化したり変化を与えたりするのかと、シリアスな作品イメージを持ったのですよ。なるほど、戦場を知らない少女の、ヒューマンドラマをイメージしたのね。1クールの中で、そういう人間関係も描かれてはいたんだけど、本編の半分は観光だったのですよ。ん？観光？東京から京都へ行く道中で、温泉に入り、京都の料理に舌鼓を鳴らし、四国をぐるっと名所巡りして、福岡でラーメンを食べてたんだよ。あれ？襲撃を受けているんじゃなかったの？襲撃を受けてない地域が存在してます。襲ってこないから安心して観光できるのですよ。いやいや、全然安心できないですよ。ここで、公式サイトの紹介文を読むよ。今日から私はスナイパー？日常を奪われ、その死体に LBX ユニットと呼ばれる、戦術兵器をまとう5人の少女、装甲娘たち、選ばれし転移者である少女たちの使命は、多元世界をまたいで虫歯に増殖し続ける、金属生命体ミメシスの相当と殲滅、時空を超えて強いられた傭兵暮らし、それは世界の希望と絶望と垣間見る、命がけの修学旅行だった。え？修学旅行？この文章を読むと納得できるのです。そういえば序盤からバトルにコメディを入れていて、それを全キャラクターが天然でかましているなぁと。だから、重たい世界観なのに、軽いストーリーというアンバランスな状態になって、この作品とどう接したらよいのか、最後までわからなかったんだよ。クライアントの要望でおかしくなっちゃったのかしらね。女の子たちのワケワケを眺める目的で見れば、1クールで綺麗に収まっているので、間違ってもシリアスを求めちゃダメなのですよ。逆にワケワケせず、シリアスまっしぐらの作品もありましたけどね。かん。